宇宙世紀00794月1日、開戦からわずか3ヶ月で地上の半分はジオン軍の支配下となっていた。ジオン軍の地球降下作戦の勢いは凄まじく、モビルスーツを持たない連邦にジオンの侵攻を防ぐ手立てはなかった。将軍、どうなっておるのだ。地の利があるはずの地上でもジオン軍に押されているではないか。ルームで惨敗した君を連邦軍の総司令官にまで抜擢したのだ。それなりの成果を上げてほしいものだな。前にもお話しした通り、我が軍の劣勢はジオンのモビルスーツによるもの。それを持たぬ我々にジオンに勝利することなど。泣き言はもういい。我々に必要なのは結果だ。有効な手段だよ。一つだけ策があります。我々も同じ土俵に立つのです。 V 作戦、新型モビルスーツの開発計画です。ジオンのモビルスーツに対抗するための唯一の手段、 V 作戦、連邦軍失笑の作戦である。レベル将軍は反対する勢力を押し切り、 V 作戦を強行する。そしてこの日より連邦軍の反攻は始まるのである。ジオン軍は急激な戦線の拡大によって開戦当初の勢いを失いつつあります。しかし依然として我が軍は劣勢を覆すことができず、厳しい状況が続いています。うん、だが今我々にできるのは耐えることだけだ。作戦が完成するまでな。開発部の霊体から通信です。回線を回します。レービル将軍、 V 作戦による新兵器の開発は順調です。すでにモビルスーツのコアユニット、コアファイターおよびモビルスーツの保管となるペガサス級強襲揚陸艦の設計が終了しています。承認さえいただければすぐにでも開発を開始することができます。レベル将軍、なぜ攻勢に出ないのです。 V 作戦の完成を待つのもいいが、それだけでジオン軍の侵攻を防ぎきることができるのですかな。奴らは慣れない地上の戦闘で疲弊しています。警戒の手薄なマドラス基地、四方を海に囲まれたハワイ基地ならば奪還も不可能でないはず。ぜひ検討していただきたい。開発部より報告します。モビルスーツのコアユニットとして開発を進めていた多目的戦闘機コアファイターが完成しました。この機体の完成によってようやくモビルスーツの開発を本格的に開始することができます。 V 作戦は順調に進んでいるようだな。だが時は一刻を争う。できる限りモビルスーツの完成を急いでくれ。了解しております。お任せください。レビル将軍、 V 作戦によってモビルスーツが完成したとしても、ルームで失った宇宙艦隊の再建を果たさねば我が軍の勝利はありえません。宇宙艦隊再建計画ヴィンソンを提案します。計画の承認をお願いします。なんとか勝てたようですが、この戦いで多くの兵士を失いました。どのような犠牲を払ってでも我が軍はジオンに屈するわけにはいかんのだ。はい、陸軍が負け続けたとあってはレベルに笑われてしまう。何としても勝たねばならんのだ。連邦軍は今次大戦において初めての勝利を収めた。戦略的価値の低い地方基地での小さな勝利ではあったが、開戦以来敗戦を重ねてきた連邦軍にとってこの勝利はかけがえのない大きな勝利でもあった。無理な領土拡大が仇となったようだな。確かにジオンのモビルスーツは優秀だが、
すべての戦線を支えるには数が少なすぎるようですな。うん、わずかずつだが戦線は好転しつつある。モビルスーツの量産が実現すれば我が軍の勝利も見えてくるでしょう。それまでは何としても持ちこたえねばならんな。現状の戦力でも戦線を支えるくらいはできます。厳しい戦いになるな。レビル将軍、ついに連邦軍初のモビルスーツランタンクが完成しました。しかし少々問題が。モビルスーツというより戦車のような兵器だと聞いてはいるが。いえ、それはそうなのですが、ただの戦車ではありません。61式戦車の数十倍の戦闘力を誇る優秀な兵器です。やはり戦車ということだな。では、しかしこのガンタンクの開発によって我が軍のモビルスーツ開発技術は飛躍的な向上を果たしています。次の機体の完成をお待ちください。開発部より報告します。モビルスーツの母艦として開発を進めていたペガサス級強襲揚陸艦が完成しました。この船があればモビルスーツの能力を最大限に生かすことができるでしょう。開発部より報告します。 V 作戦による第2のモビルスーツガンキャノンが完成しました。今機は中距離支援用の機体であるため圧倒性の能力を持ちませんが、ジオンの雑魚を圧倒する高い火力を有しています。ようやく完成したようだな、連邦軍のモビルスーツが。はい、しかしまだ我々が目指すモビルスーツが完成したわけではありません。引き続き開発を進め、さらに強力な機体を作り上げてみせます。連邦軍は戦局を覆しつつあった。地球侵攻作戦によって地上を蹂躙にし続けてきたジオン軍だが、急激な戦線の拡大と慣れない地上での戦いによって疲弊は極限に達していた。だがジオン軍の消耗だけが連邦勝利の要因ではなかった。スペースノイドごときが地球の大地を踏むことなどあってはならんのだ。早々にこの虫けらどもを地上から追い払わなければなりませんな。スペースノイドを蔑視する召喚たち、故郷を追われて愛する者の命を奪われた兵士たちのジオン兵に対する容赦のない戦いぶりこそが連邦の反抗作戦を支える原動力であった。長く続く戦い、それは人々に憎しみの心を植え付け、世界に暗い影を落とす。辛い戦いだな。一刻も早くこの戦いを終わらせねばならん。一刻も早くな。開発部より報告します。ついに連邦軍の技術を結集した高性能モビルスーツガンダムが完成しました。まだ試作の段階ですが、このガンダムさえあれば我が軍の勝利は間違いありません。レイ隊、ガンダムとはそれほどまでにすごい機体だというのか。はい、ルナチタリウムの装甲、戦艦並みの威力を持つビームライン、楽程度のモビルスーツでは到底太刀打ちすることはできないでしょう。あとは最終テストを残すのみです。情報をお待ちください。開発部のレーダーから通信です。回線を回します。サイドセブンでのテストは順調のようだな。
はい、予想以上の高性能を発揮しております。まずはテスト映像をご覧ください。V 作戦によって完成したモビルスーツの性能はジオンのザクをはるかにしのぐ驚異的なものであった。これが我が軍のモビルスーツか。すごいものだな。しかし V 作戦にかけた予算があれば戦力の回復はもっと迅速にやれたのではないかね。ゴップ提督の言うこともわかるが、それでは敗戦を繰り返すだけではないのかな。しかしすでに V 作戦は動き出している。勝機もまた遠からず訪れよう。ついに我が軍のモビルスーツは完成しました。あとは試作モビルスーツと開発データをサイドセブンから持ち帰るだけですが、万一の場合に備えペガサス級強襲揚陸艦ホワイトベースを回収に向かわせてください。レイ大尉の言う通り V 作戦の回収は重要な任務です。ただの輸送任務ですが、ホワイトベースは信頼できる人材に任せるべきでしょう。パオロ・カシアスを艦長にしてはいかがでしょうか。はい、それではパオロ・カシアスにホワイトベースを任せサイドセブンに向かうよう命じます。レビル将軍、ルナ2より緊急連絡。サイドセブンが敵の攻撃を受けました。研究施設は大破し、ホワイトベースの乗務員にも多数の死者が出たようです。なお情報が確かなら敵はあの赤い彗星。まさかな。ホワイトベースは無事なのか。はい、今のところは。しかしパオロ艦長が戦死し、極めて危険な状況にあります。そうか、あのパオロがな。だがホワイトベースはどうやって赤い彗星の攻撃を切り抜けたのか。信じられない話ですが、士官候補生のブライト・ノア少尉が艦長代理となり、民間人の少年少女たちが戦闘を行っていたようなのです。ルナ2からの報告を受け取ったレベル将軍は自分の目を疑った。軍事機密である V 作戦が赤い彗星に襲われ、それを阻止したのが年端もいかぬ少年少女たちだったというのだ。さらに戦闘経験のない15歳の少年がガンダムを操りジオンのザク3機を倒したのだという。つまり将軍、ホワイトベースはこのまま民間人の手に委ねておくと、そうおっしゃるわけですな。うん、今の我々にルナ2に戦力を回している余裕はない。 V 作戦の成果は彼ら自身の手でここジャブローに届けてもらう。無謀ではありませんか。 V 作戦の全てがジオンの手に落ちてしまう可能性があります。彼らは赤い彗星を退けた。そちらの可能性の方を信じてみたいのだよ。仕方ありませんな。ホワイトベースに民間人ですか。厄介者にならなければいいですな。将軍、本当にホワイトベースを民間人の手に委ねたままにしておいてもよろしいのですか。はい、それでは
ホワイトベースにはジャブローへの帰還を命じます。彼らの幸運を祈りましょう。報告します。偵察部隊によるとホワイトベースは大気圏に突入する際、赤い彗星シャアの攻撃を受け、進路の変更を余儀なくされました。降下地点は北米ジオンの勢力圏内です。報告します。偵察部隊によると北米に降下したホワイトベースはガルマ地上軍と交戦し、これを退けることに成功しました。しかしこの戦闘でホワイトベースは消耗し、補給を求めています。レヴィル将軍、補給を行うことができればホワイトベースは自力でこの危機を乗り越えることができるはず。ホワイトベースを敵の手に渡すわけにはいきません。私を行かせてください。ありがとうございます。補給部隊を編成しホワイトベースの元に急行します。報告します。マチルダ隊からホワイトベースが回収した V 作戦の研究データが届きました。この研究データをフィードバックすることで我が軍の軍事技術が向上するわけです。報告します。ホワイトベースはジオン地上軍の攻撃を切り抜けました。また未確認ですが、この戦闘で地球攻撃軍司令官ガルマガビが戦死したという情報も入っています。将軍、我が軍の秘匿回線がジオンの乗っ取りを受けています。我々は一人の英雄を失った。しかしこれは敗北を意味するのか。否、始まりなのだ。地球連邦に比べ我がジオンの国力は30分の1以下である。にもかかわらず今日まで戦い抜いてこられたのはなぜか。諸君、我がジオン公国の戦争目的が正義だからだ。私の弟、諸君らが愛してくれたガルマザビは死んだ。なぜだ。諸君の父も子もその連邦の無思慮な抵抗の前に死んでいったのだ。この悲しみも怒りも忘れてはならない。それをガルマは死をもって我々に示してくれた。国民よ、悲しみを怒りに変えて盾よ国民よ、我らジオン国国民こそ選ばれた民であることを忘れないでほしいのだ。有料主たる我らこそが人類を救いうるのである。ジーク、ジオン。これが敵。何を言うか。ザビ家の独裁を目論む男が何を言うのか。独裁。弟の死さえも戦いの道具にするとは、辛い戦いだな。レヴィル将軍、ホワイトベースが再び敵の攻撃を受けました。今度の敵はランバラル、青き巨星ランバラルが率いる独立部隊です。今は攻撃を防ぐことができているようですが、ホワイトベースの物資は底をつき、危険な状態が続いています。赤い彗星にガルマザビ、そして青き巨星か。彼らがニュータイプ部隊でもなければこの戦果を説明することはできんな。将軍、彼らが本当にニュータイプだとしたらこんなところで死なせるわけにはいきません。彼らの行く末見届けたいとお思いになりませんか。ホワイトベースへの補給を許可してください。ありがとうございます。ホワイトベースをむざむざ敵にやらせるわけにはいきません。全力を尽くします。補給隊より報告します。ホワイトベースは再びランバラル隊と交戦し、これを退けることに成功しました。またこの戦いで
青き巨星ランバラルが戦死したようです。補給隊より報告します。ホワイトベースはランバラル隊の残党と交戦し、これを撃破することに成功しました。しかし残念ながらガンタンクのパイロットリュウ・ホセイが戦死しました。このような悲劇を繰り返さないためにこの戦いを終わらせねばなりません。我が軍は初戦の惨敗から立ち直りつつある。ジオン地上軍の生命線オデッサを奪回できれば戦局は我々に大きく傾くはずだ。しかしオデッサの戦力は侮れません。勝算はあるのですか？ホワイトベースに後方かく乱を行わせ、あの船には敵も注目している。必ずジオンは戦力を分散させるはずだ。ですがホワイトベースはこれまでの戦いで消耗しております。任務を遂行できるとは思えません。もう一度マチルダの補給隊を派遣する。オデッサ作戦の開始はそれが済んでから、彼らの働きに期待しよう。ネビル将軍、マチルダ隊がホワイトベースとの接触に成功したようです。うん、オデッサ作戦を開始しよう。ヨーロッパ反攻計画オデッサ作戦。この作戦は貴重な鉱物資源を産出する中央アジア東ヨーロッパの鉱山をジオンから奪還するための作戦であり、同時にヨーロッパ戦線のミリタリーバランスを一変させようという目論みもあった。予定通りの展開ですな。マチルダ隊はホワイトベースとの接触に成功しているようだし、あと後方かく乱として部隊を北方より南下させる。で、万全ということですな。何が気に入らんのだね？はあ、ホワイトベース一隻で右翼の後方かく乱、本当に将軍は彼らをニュータイプの可能性ありとお考えなのですか？報告書は君も見たんだろ？しかし、わずかなデータだけで彼らをニュータイプ部隊と即断するのは危険ではありませんか？だが正面の戦力をこれ以上割くわけにもいかんしな。ジオンの赤い彗星のシャア、彼もニュータイプだと噂されているな。それが事実であるなら、我が軍にそういう連中が現れても不思議ではないだろう。赤い彗星すら退けた彼らの力に期待してみようじゃないか。将軍、オデッサ基地司令のマクベから通信が入っています。デビルよ、聞こえるか？オデッサから手を引け。サムライと核ミサイルを発射する。敵は核ミサイルを発射すると言っています。オデッサから撤退しますか？それともこのまま戦いを続けるのですか？本当ですか、レビル将軍？核ミサイルを撃つと言っているのですか？核ミサイルを発射せよ。なぜ核ミサイルが発射できないのか？将軍、オデッサに潜入した工作部隊が核施設の破壊に成功したようですが、それでジオンは核ミサイルを使用できないはずです。レギュラー、小賢しいわね。オデッサの戦いは終わった。もちろんこれで全てが終わるわけではない。ただこの一戦の勝敗が今次大戦において大きな意味を持っていたことだけは確かである。美しい夕日ですな。我々の勝利を祝福してくれているようだ。これから戦局は一気にこちらへ傾くだろう。はい、ジオン地上軍の残存勢力が気がかりですが。うん、
ソロモンを落とすには万全を期さねばな。焦ることはありません。待ちましょう。攻勢の時を。報告します。オデッサ作戦の任務を終えたホワイトベースがベルファスト基地に到着しました。ホワイトベースは今まで通り彼らに任せておいてよろしいのですか。激戦を戦い抜いた彼らなら問題なかろう。ホワイトベースはこのままジャブローに向かわせよう。本当なら連中に1週間の休暇もやりたいところだがな。報告します。ホワイトベースを狙ってジオン軍の潜水部隊がベルファスト基地に攻撃を仕掛けてきました。ホワイトベースは無事ですが、ベルファストの防衛施設に被害が出ています。報告します。ジャブローに帰還中のホワイトベースはジオン潜水部隊の攻撃を受けました。どうやら密航していたジオンの民間人スパイが情報を流していたようです。もしかしたらホワイトベースは敵に尾行されているのではないでしょうか。報告します。ホワイトベースがジャブローに到着しました。現在宇宙専用ドックに収容中です。例のホワイトベースが到着したようだな。将軍はあの船をどうするつもりかね。彼らには宇宙に行ってもらい、星1号作戦の存在を隠すために陽動作戦を行わせるつもりだ。だがあの船の処遇を疑問視する声もある。それでもあの船を宇宙に行かせるつもりなのか。まあ仕方なかろう。ホワイトベースには私から命令を伝えておこう。将軍、ホワイトベースに任務を続けさせるなら補充と修理が必要です。ホワイトベースが受けたダメージは深刻です。技術士官のウッディを修理に当たらせましょう。緊急事態です。ジオン軍がキャリフォルニアベースからジャブロー上陸部隊を発進させました。そうか、ジオンも必死のようだな。戦いの主導権はジオンから連邦に移りつつあった。この苦しい戦局を一気に覆すべく、ジオン地上軍は最後の賭けに出る。かなりの大部隊だな。とは言ってもジャブロ全部を攻撃するには少なすぎる。狙いは宇宙船ドッグのある A ドッグのみ。ホワイトベースつけられましたら。ああ、永遠に厄介者かな、ホワイトベースは。デビル将軍、キャリフォルニアベースから発進したジオンのジャブロー上陸部隊が全滅しました。この失敗によってジオン地上軍の戦力は著しく低下していると思われます。ようやく我々が攻撃する番が回ってきたようだな。将軍たちを召集してくれ。了解しました。これまでの諸君らの努力により我が軍は戦いの主導権を取り戻すことができた。この場を借りて感謝の意を表したい。今後戦場は宇宙へ移ることになるが、これからもよろしく頼む。ようやく反撃の時が来たのですね。まずはソロモンからだな。はい、あの要塞を落とさねばジオン本土への侵攻は不可能です。ジオンは国力がない。ソロモンが落ちれば和平交渉を求めてくるのではないかな。可能性はありますが、それでことが進むとは思えませんな。なぜだね。戦争の終結が目的ではないのかね。ジオンに生き残られると後の世に禍根を残すことになります。その通り。ジオンは完全に潰してしまった方が。それではザビ家のやっていることと変わらんだろうが、我々の目的は
この戦争を一刻も早く終わらせることにあるのだ。将軍。今は言い争いをしている時ではないな。ソロモンの攻略を開始するとしよう。ネビル将軍、悲しい知らせがあります。ホワイトベースの修理を行っていたウッディが敵と交戦し戦死しました。そうか、ウッディはマチルダの婚約者だと聞いておる。マチルダが守ったホワイトベース、ウッディは命を懸けて守り通したというのか。ホワイトベース、犬死にさせるわけにはいかないようだな。はい、ホワイトベースにはスレッガーローを編入する予定です。癖はあります。では確かめ、ホワイトベースでも十分実力を発揮できるでしょう。それではホワイトベースを発進させる。今後彼らには第13独立戦隊として陽動作戦を行わせる。了解しました。第13独立戦隊に将軍の命令を通達します。第13独立戦隊より報告します。大気圏離脱後、無災救巡洋艦と交戦し撃破に成功しました。補給と修理のため我々はサイド6に立ち寄ります。第13独立戦隊より報告します。サイド6を出航する際、チベ級巡洋艦と交戦し撃破に成功しました。次の命令があるまで我々は陽動作戦を継続します。宇宙要塞ソロモン、難攻不落を誇りジオン本土を守り続けてきた最前線基地はついに陥落した。この戦いに勝利したことで連邦軍はジオン本土侵攻の足がかりを得た。レビル将軍は満を持して星1号作戦を発動する。ジオン軍は連邦軍の侵攻に備え、宇宙要塞ア・バオアクーと月面基地グラナダに戦力を結集させた。そして両軍の兵士たちはそれぞれの思いを胸に戦いに挑む。連邦とジオン、雌雄を決する戦いが今始まろうとしていた。報告します。占領下のソロモン要塞からソーラレイという新兵器の情報を入手しました。今のところ名称以外は不明ですが、ア・バオアクー攻略の際に注意してください。将軍、ソロモンの制圧に成功したことで第13独立戦隊はその役割を終えた。戦隊を解散させるべきじゃないのかね。そうか、まあ将軍の好きなようにするがいい。余計なことに関わってはおれんのでな。報告します。ソロモンから脱出したジオン部隊が暗礁空域に逃げ込みました。第13独立戦隊にジオン部隊の掃討を要請してはどうでしょうか。了解しました。ホワイトベースを暗礁空域に向かわせます。第13独立戦隊より報告します。暗礁空域に逃げ込んだ敵部隊をテキサスコロニー付近で発見、交戦の末これを撃破しました。報告します。ソロモンに正体不明機が急接近しています。機体の大きさ、接近速度から敵のモビルアーマーだと思われます。第13独立戦隊に迎撃を要請してはどうでしょうか。了解しました。ホワイトベースを暗礁空域に向かわせます。第13独立戦隊より報告します。ソロモンに急接近してきた正体不明機はやはり敵の新型モビルアーマーでした。ガンダムが迎撃に成功したものの苦戦を強いられました。レビル将軍、ソロモンに正体不明の敵が出現しました。おそらく敵の新兵器だと思われますが、
姿を見せずに攻撃を行うため、兵士たちは悪霊と呼び恐れているようです。このままでは我が軍の士気に関わります。第13独立戦隊に迎撃を要請してはどうでしょうか。了解しました。ホワイトベースを暗礁区域に向かう。第13独立戦隊より報告します。ガンダムがソロモンの悪霊の撃破に成功しました。交戦したパイロットの話から推測すると、敵の正体はニュータイプ専用のモビルアーマーだと思われます。我が軍はこれよりア・バオアク攻略作戦を開始する。緊急事態です。ジオン軍の機関グレートデギンが和平交渉のため投降してきました。グレートデギンだと。まさかデギン皇后が。辛いようだな、ジオン。だがこの和平交渉応じるべきだろうな。いや、ジオンは徹底的に叩く必要がある。デギン皇后には申し訳ないが、ここは断るべきだろうな。レビル将軍、ジオンの新兵器ソーラレイの正体が判明しました。ソーラレイとはコロニーを利用した超巨大レーザー兵器です。この兵器は狙われています。全軍に伝えよう。この空域から急速離脱する。我が軍の被害は甚大です。ソーラレイの攻撃によってアーバウアクー攻撃部隊約 30% に被害が出ています。またグレートデギンもこの攻撃で撃沈したようです。アーバウアクーを前にしてギレンめ。報告します。アーバウアクーにニュータイプと思われる敵部隊が確認されました。注意してください。第13独立戦隊アーバーワークに到着しました。戦闘を開始します。ようやくアーバーワークが落ちたよ。最終防衛拠点を失ったジオンに交戦を続けるだけの戦力は残されていない。間もなく戦争は終わるな。だがそう簡単に行くとは思えんな。相手はあのギレンだ。徹底抗戦の意志は崩すまい。将軍はジオンがまだ戦争を続けるとそう思っているんだね。いささか考えすぎではないかな。レビル将軍、ジオン本国のギレン総帥から通信です。ジオン本国に回線をつないでくれ。了解しました。私はジオン公国軍総帥ギレン・ザビである。我々には最重点を完了したソーラレイを再び発射させる用意がある。もしこのまま戦いが継続するのなら再度の発射も辞さない。これ以上の戦いは両国にとって無益だと思わんか。兵を引いてもらおう。残念だがそのような脅迫に応じることはできんな。だがジオンが和平を望むのなら交渉に応じることはできる。和平だ。アバオアクーを落としたくないでいい気になるなよ。貴様らが兵を引かぬのならソーラレイで焼き尽くしてくれる。
し合いの余地もないよ。ジオンは最終防衛拠点ア・バオアクーを失っても徹底抗戦の意思を崩さなかった。最重点を完了させたソーラレイとジオン本国とグラナダに集結するジオンの精鋭部隊がレヴル将軍率いる連邦軍を迎え撃つ。戦いは終局を迎えようとしていた。全軍に次ぐ。これより我が軍はジオン本土に対する最終作戦を開始する。ジオンに残された戦力は決して多くない。しかしジオンとて必死で抗戦してくるはずだ。この戦いには必ず勝たねばならない。我々の戦いに人類すべての命運がかかっているのだ。連邦の勝利をより確実なものにするためにも諸君らの健闘を期待する。以上。我が軍はこれよりサイド3攻略作戦を開始する。ジオン軍の本拠地であるこのコロニーを制圧することができれば戦いに終止符を打つことができる。地球の命運は諸君らの双肩にかかっているのだ。危険な戦いになるかもしれない。しかし我々が必ず勝利すると私は信じている。諸君らの健闘に期待する。やはり忠告は聞き入れてもらえなかったよ。我々は恫喝などに屈しない。何があってもな。そうか、ならば望み通りソーラレイを発射してやろう。自分の愚かさを呪うのだな。ソーラレイ発射せよ。我が軍の被害は甚大です。ソーラレイの攻撃によってサイド3攻略部隊の約 30% に被害が出ています。くっ、イレン。だがジオンはこれで切り札を失った。この借りは必ず返してくれる。この戦いは一部の人間の私利私欲から始まった。彼らの欲望は多くの命を奪い、そして今なお母なる地球を汚し続けている。連邦軍の諸君、確かにこの戦いはつらい。だが我が軍以上に敵も疲弊している。そして敵に残された兵力は我々よりも少ないのだ。サイド3防衛部隊、完全に沈黙。ジオンには我が軍に抵抗するための戦力は残されていません。これ以上の戦闘は無意味だ。ジオン政府に降伏勧告を行う。何としてもコロニー内の戦闘は避けたい。了解しました。これ以上の犠牲は何としても防がねばなりません。しかし、ジオンは受け入れてくれるでしょうか。スペースコロニーは外からの攻撃に弱い。開戦時にそれを証明したのは彼ら。受け入れるよ、必ずな。宇宙都市サイド3。宇宙の闇に浮かぶ戦いの元凶。ジオン公国を生んだスペースコロニーはついに陥落した。激しい戦いの末、地球連邦軍は戦いに勝利を収めたのである。
連邦政府は第2第3のザビ家出現を防ぐため強力な中央集権体制を確立する。地球圏は再び連邦政府の統治下に置かれ、人類に平和が訪れたのである。だがそれは争いがなくなったのではなく、争うことすらできない抑圧が人々に課せられただけであった。やがてその抑圧は新たな戦いの火種を生む。戦後も抵抗を続ける戦士たち、再起を待ち暗礁空域の闇に潜む崇高なる魂、そして暗黒の宇宙から地球を見つめる眼差しと赤い彗星。なぜ人は戦うのか、争い続けるのだろうか。だがその問いに答えられる者などいない。戦いによって散りゆく魂の一瞬の輝き、その輝きが刻む影の中に真実は潜む。人は答えを求め戦い続ける。戦いが放つ魂の輝きとそこに隠された真実を見極めるために、やがて戦いの歴史は伝説となり、戦いに散った人々の魂は黒き歴史を照らす神話となるだろう。これからも人は戦い続ける。永遠の平和を手に入れるために。